ウィリアム・ウィルソンは1839年に発表されたエドガー・アーラン・ポーの短編小説。ドッペルゲンガーの主題を扱った怪奇誕であるが、その筆地には理性的な文体が採用されている。舞台のモデルはポー自身が幼少期を過ごしたロンドンの寄宿学校である。 バートンズ・ジェントルマンズ・マガジン8月号に初出、その後1840年に作品集、グロデスクとアラベスクの物語に収録された。また1844年12月にフランス語に訳され、パリの新聞、ラ・コート・デジャンに掲載されており、これが、ポーの作品の最初の翻訳となった。語り手はまず、ウィリアム・ウィルソンと名乗り、これがあくまで自分の本名という、 お典を原稿に記さないための仮の名前だと説明する。彼は自分の人生の晩年において破滅に陥ったが、ただしそれはかつて誰もこのような仕方では誘惑されたことはないであろうような仕方で破滅へと導かれた結果なのだと述べ、続いて自分の幼少期の階層に移っていく。親に甘やかされて育ったウィルソンはとあるイギリスの村にある エリザベス・は朝風の屋敷を持つ寄宿学校で学生生活を送っていた。屋敷は非常に大きく無数の部屋があり、また内部は複雑に入り組んでいた。敷地は広大であり、砕いたガラスを上部に取り付けた塀に囲われ、生徒はその外に出ることはほとんどない。この学校でウィルソンは、その傲慢な性格から、旧友の間で牽制を振るうようになるが、 しかし彼の意のままにならない者が一人だけいた。それが語り手自身と全く同じ名前を持つ、ウィリアム・ウィルソンで、彼は、名前が同じであるというだけでなく、この学校に入学した日も青年月日も同じ、また姿形もよく似ており、そのために、周りからは兄弟であるという噂も立っていた。彼は、語り手の意思に相おうとはせず、逆にこちらの指示に干渉したり、目論みを妨害したりした。 語り手は周囲に対しては彼をあしらっているように見せながら内実は自分よりも彼の方が優れているのだと感じる。それに語り手は自分が常々嫌っていたウィリアム・ウィルソンという名前が彼がいることで二重に反復されてしまうということにも嫌悪を感じていた。語り手と同じ名を持つウィリアムは次第に語り手の言葉遣いや仕草を恋に真似することで嫌がらせをするようになる。 ただ一つ、体上の血管のために囁くような声しか出せず、そのために、大声だけは真似できなかったが、それ以外は、語り手のすべてをそのまま模写してみせた。そして彼はよく語り手を庇護しているかのような態度をとり、遠回しにほのめかすようにして、語り手に助言を与えたりもした。ある時、語り手は夜になってから、こっそりともう一人のウィリアムの寝室に忍び込み、寝ている彼の寝顔を、 ランプで照らしてみた。するとそこには、他ならぬ、自分自身としか思えないもう一人のウィルソンの姿が照らし出されている。語り手は驚愕し、この日を最後に学校を去ったが、後に全く同じ日にもう一人のウィルソンも学校を去っていたことを知ることになった。その後、語り手は、名門イートン校に入学、さらに、オックスフォード大学へと進学するが、その間に、 どんどん宝刀生活へとはまり込んでいく。そして、イートン校時代には、深夜にまで及ぶランチキ騒ぎの果てに自分と全く同じ格好をしたウィリアム・ウィルソンの訪問を受けて、協天し、オックスフォードでは、ある貴族をトランプを使ったイカサとバクでカモにしようとしていたところを、突如現れたウィリアム・ウィルソンにすべて暴露され、その結果退学を余儀なくされてしまう。 そして語り手は彼から逃げるように次々と土地を移って行くが、どこに行っても彼の追跡を受けて自分の野望を台無しにされてしまう。そして語り手がローマでの仮面舞踏会に公爵夫人を誘惑する目的で参加すると、そこでもやはり全く同じ仮装をしたウィリアム・ウィルソンが現れる。語り手は逆上し、控えの間へ彼を連れ込んで、ついに一月にしてしまう。 その時、一瞬語り手はその部屋に巨大な鏡が現れたように錯覚するのだが、それは紛れもなく死の間際にいるウィリアム・ウィルソンであり、彼はもはや囁き声ではなく、はっきりとした口調でこう言い放つ。お前は、私の中にこそ存在していたのだ。お前自身のものである。この姿を見て悟るがいい。私を殺すことによって、お前がいかに完全にお前自身を、 殺してしまったのかをなウィリアム・ウィルソンは、明白に、ドッペルゲンガーのテーマを扱っている。この第二の事故は、主人公を付け回し狂気へと誘うが、それと同時に彼は、主人公自身の狂気の現れでもある。また、ポーの電気作者アーサー・ホブソン・クイーンによれば、この第二の事故は、主人公の両親の具現化であるとも考えられる。この事故の分裂は、 語り手が自分に仮の名前として与えているウィリアム・ウィルソンによって強化される。ウィルソンとはウィリアムの息子という意味であって、つまり主人公は自分と同じ名を持つ生き写しと共にいることを自ら望んでいるのである。ウィリアム・ウィルソンは半自伝的な作品であり物語の舞台である霧に包まれたかのようなイギリスの村は、 ポー自身が幼少期に過ごしたストーク・ニューイングトンがモデルになっている。その村で主人公が通う寄宿学校も、ポーが1817年から1820年にかけて通っていたマナーハウス学校がモデルで、当時の校長、ジョン・ブランズビー牧師の名はそのまま作品でも用いられている。この学校はその後廃校になったが、 作品内で言及される教会のモデルになったストーク、ニューイングトンの地区教会セントマリー・オールド・チャーチは、現在も建物が残っている。ポーはこの作品を非常に注意深く、巧妙に仕上げている。文章は抑制されており、習字は最小限に抑えられ、ウィルソンの通う学校の現実的な描写を超えて、幻想的、空想的な描写がなされることは、ほとんどない。 物語は、格式ばったまた息の長い文体によって、ゆっくり、慎重に進められていく。この作品では、ポーは、詩の構成原理で、自ら商用したような詩的な効果や雰囲気を作るよりも、理性と論理に基づいて、物語を作ろうとしている。なお、ポーは、同じ名前を持つ者に出会うことで自己の唯一性を、脅かされるというストーリーのアイディアを、 ワシントン・アービングのエッセイ、バイロン教の未完の儀曲から思いついたと述べている。このエッセイは、ジョージ・ゴードン・バイロンが、友人、シェリーの持ち込んできた、スペインの儀曲をもとに、独自の儀曲を書こうとして挫折したことについて書いた、もので、ポーはこの儀曲のプロットを結末に至るまでほとんど、そのまま流用している。ポーはアービングに自作への推薦の言葉を依頼したとき、特に、 ウィリアム・ウィルソンへの感想を求め、この作品を自分の最大の老作と表現している。アービングは求めに応じて非常にピクチャレスクな文体で仕上げられており、また冬代わりで神秘的な教師が終始維持されていると述べた。またトーマス・マンは同じドッペルゲンガーの主題を扱っているドストエフスキーの二重人格者について同じロマン派の古典的なモチーフを扱いながら、 モラルの側面で一層深く掘り下げ、死における批評的テーマを見事に解決してみせた、ポーのウィリアム・ウィルソンを更新するものでは決してないと述べている。1913年にウィリアム・ウィルソンを下敷きにしたドイツ映画、プラーグの大学生がシュテラン・ライ監督で制作された。1926年にもドイツでヘンリク・ガレーン監督、コンラート・ファイト主演で映画化されている。 ドイツでの3作目の映画は1935年のアルトゥール・ロビソン監督アントン・ウォルブルク主演のものである。1943年にはザ・ウィアード・サークルによるラジオドラマが作られた。1968年にはフランスとイタリアの共同制作で世にも回帰な物語が制作されている。これはウィリアム・ウィルソンと共にポーの他の短編メッツェンガーシュタインと 悪魔に首をかける名を組み合わせたもので、ロジェバディム、ルイマル、フェデリコ・フェリーニは監督し、ジェーン・ホンダ、ピーター・ホンダ、テレンス・スタンプが出演している。日本語翻訳の中には、影を殺した男という砲台が付けられているものも、存在する、青い鳥文庫版など、前述の世にも怪奇な物語内でのタイトルも同様である。日本語訳は、 暴賞説前週一書週の中野義夫役、及び辰巳高由役、黒猫、アッシャー家の崩壊を参照した。ありがとうございます。